今日もご覧いただきましてありがとうございます。柳家三之助でございます。私はジャズフェスティバルが行われております中延にやってまいりました。この中延ジャズフェスティバルというのは10回目を迎えるということでね、もう地域密着型のイベントとして皆さんよくご存知かと思います。今日はね、そのね、発起人の方がこちらいらっしゃるということで伺ったんですが、見てください。これね、ジャズ喫茶ってのは聞いたことあるんですけど、見てください、ジャズスナックなんですね。どんなことになってるんでしょう。早速入ってみたいと思います。ごめんください。おなかなか雰囲気があるお店です。いらっしゃいませ。こんにちは。なんかジャズスナックって書いてあるんでね、はい、変わってんなと思って入ってきちゃったんですけど。はい、もう48年昔からやってます。はい、昔はもうスナックっていうのは当たり前に使ってた。あ、こういうお店をみんなスナックって呼んでたわけですね。そういう歴史のあるお店ですが、街のことも含めて伺いたいと思いますんで、はい、今日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。およそ2ヶ月間にわたって盛大に開催される中延ジャズフェスティバル。第1回の開催は平成元年、ジャズスナック松野開店20周年を記念し、中延の街をさらに盛り上げようと始まりました。10回目を迎えた今回も平野さんは実行委員会の代表としてイベントの運営を支えています。このお店を始める前ね、はい、平野さんは何の仕事をしてたんですか。新宿のピットインという、はい、ジャズ喫茶ですね。はいはい、もうジャズの聖地みたいなお店ですよね。そうですね、うん、まあ、ちょうどジャズブームに乗ってすごく有名になったお店ですよね。この中延っていう街でね、そのジャズスナックをやろうってところ、はい、なかなか最初大変だったんじゃないかと思うんですよね。そうですね、まあ、当時ピットインの新宿ピットインというの姉妹店というような形でね、ここが姉妹店やろうと、その人気にあやがっちゃおうっていう。いや、まあ、それは あくまでもうまく名前だけね、うん、使うというか、ちょっとねちょっと拝借っていうんで。そうです、当時ジャズブームの中でここは開店当初から地域密着型で、うん、まあ、新宿渋谷に追随しないというようなやり方を、うん、最初からね取り入れて、商店街にしてもみんなここの地域はお風呂がみんな自分の家に風呂なくて、うん、ほとんどが銭湯に行ってた、はいはい、だから銭湯がすごい数あったんですけどもね、うん、まあ、そういう意味で銭湯に松の宣伝を、うん、入れるということでね、うん、地域にそこから入るという形で、きっかけは銭湯のポスターでいいわけですよね。そうですね、はい、だから宣伝に入れたのが若者の集会場と当時ね、フレーズがね、それでやってたんですけど、うん、できた？若者の集会所としてスタートしたジャズスナック松、独身男性のお客様も大勢いらっしゃることから、食事のメニューもおのずと充実してきました。平野さんによりますと、日本で最初に焼きうどんを出したお店だそうです。本当ですか？思いついたことは何でも実行に移す平野さん。松の開店から3年後にはお店の2階になんと麻雀クラブをオープン。40年以上経った今も営業を続けています。他にもある時は野球チームを結成、またある時は将棋大会やボーリング大会を開催するなど、その自由な発想はまさにジャズのスピリットそのもの。そんな平野さんを慕うお店の常連さんがアマチュアジャズバンド松バンドを結成したのは今からおよそ30年前のことです。以来中延ジャズフェスティバルへの出演など精力的に活動を続けています。練習を終えたメンバーの皆さんが向かった先はもちろん松。この日のためにわざわざ遠くからお越しの方もいらっしゃるそうです。彼は名古屋です。
名古屋からいらしてるんですか。まだ元々こっち住んでたんですか。はい、名古屋からやっぱりわざわざ来るのはどうして。そうどうしてもっと落とせるんだったらいいけどね。ビッグバンドが好きだからですね、やっぱりね。まずビッグバンドのメンバーの皆さんにお集まりいただき、麻雀クラブ松でお話を伺いました。商店街の人がその音楽スタジオを作ってくれたんですよね。ああそうなんですか。まあ、それまで僕らが練習してたスタジオがちょっとあの閉鎖になっちゃって、で練習する場所がないねって時に、その商店街の、まあ、会議室なんですけど、普段会議室で使ってるところを防音して、で音楽スタジオのようなスペースを作ってくれて、今そこでまあビッグバンドとか練習してるんですけども、まあ、そういう場所があるっていうのも大きいですよね。若い子が来たらその人が上達するために、あのちょっと上手い人とかを呼んで教育してやってとかって言って声かけてくれたりとかね、してやってたりとかするので、学校の役割もしてた、ある意味、ある意味そうだ、誰かがやっぱりこう成長する機会みたいなのを作ってくれたりっていうのもあったのかなと思いますね。でもまあいろんな人がそうやってまたこれからも出たり入ったりしてくれるといいですよね、うん、またなんかこう自由にフリーで来る人がいたりとか、うん、あの高校生もぜひみたいな、うん、あ毎年 2、3組誰か子供生まれたりとか、うん、そういうことぶきなことがあって、うん、でみんなでお金出し合ってなんかその、うん、お祝いをしたりっていうことは、ビッグバンド人数多いんで毎年必ず、もういつもめでたい、そう、そうなんです。必ずめでたいのがあって、あ、まあ、そういうのも面白いですね。こういう場所がなかったら もしかすると楽器はもうやめてたかもしれないしね、うんうん、だからまあ、うん、ねえ、まさかこんな年になってまでまだ楽器をやってるとは思っても想像してなかったけど、うん、素晴らしい。3月21日荏原文化センターでフィナーレを迎えた中延ジャズフェスティバル。今回も平野さんの仲間で日本を代表するジャズプレイヤーの皆さんがご機嫌なサウンドを届けてくれました。まあ、10回こう続けてこられたということでね、いろいろあったと思うんですけれども、危なかったのが海運だかどっかの震災の時ですね。 あの時は、まあ、3月11日で本番が21日で10日前ということもあって、うん、自粛自粛っていうムードは自粛からはもう何も生まれないということで、やっぱ前向きにこういう時こそやんなきゃいけないですよっていうことは言ってたんですけども、はい、よくそこ決断して、はい、当時区長がやっぱりあのよく決断してくれたと思うんですけども、うん、そういう点ではね、まあ、あの結果的にはやらせていただいて、うん、まあまあ、全てうまく収まったと。あ、やっぱり続けてるといろんなことは起こりますよね。そうですね、その10回の中でね、うんうん、こうやっぱり街にどんどん定着していくじゃないですか、この中野ブジャズフェスティバル、ね、はいはい、たまたま円山小学校の金管バンドっていうのが、まあ、できたみたいですね、ぜひ出たいという話があって、ただ金管バンドの先生の方もやっぱりレベルアップを図りたいのか、ね、あのプロのご指導をなんかお願いしたいというようなことが出てきて、それで、まあ、プロのミュージシャンをセットして指導して好評だったので、でまあ、それからまあ毎年継続してね、今もやってますけども、地域の活性化っていうか、まあ、文化の発展向上と、うん、ジャズ班開拓拡大っていうのがね、やっぱりコンセプトとして、あの、まあ、企画の一番根幹ですからね、はい、そういう意味では非常にいい流れになってると、これからも一つご尽力いただいて盛り上げていただければと思うんですがね、はい、ありがとうございます。また一つ頑張ってください。応援しております。いやー、どうもごちそうさまでした。いや、今日はね、なんかほらジャズスナックだっていうんでね、熱いジャズの話で盛り上がるのかなと思ったら、いろんな話になりましたな。こちらのお店も50年ということでございますから、それだけやってればこういういい仲間がいるんだなってことが私よくわかりましたな。本当にね、今日お勘定お願いします。あ、まだだった。あ、払います。いくら、え、ビール、あの、あ、次回のとっておきの品川どうぞお楽しみに。いくらだったっけ。